大相撲の東幕下5枚目紀竜王辰浪が11日夜心肺停止状態になった87歳の男性を救助するお手柄があった場所は都内の銭湯湯船で溺れている男性を引き上げると胸骨圧迫による心肺蘇生法などで救命処置し蘇生男性は1名を取り留め救急隊に引き渡された11日の夜に気竜王は 弟弟子のジ女二段、高気流と銭湯に訪れた。湯船に入ると、近くには口まで湯につかる87歳の男性を発見。不審に思って、中止していると突然に沈み出したという。めちゃめちゃ焦りました。やばいな、助けないといけない、と思った。けど、焦らずに周りと協力して、とにかく冷静になろうと思いました。近くにいた男性と協力し、 湯船から引き上げた。意識確認のために呼びかけても反応がなく、白目を向いて真っ青だった。すぐに弟弟子に店員への報告と救急車の要請を指示。自身は心肺停止状態の男性の顎を上げて軌道を確保し、心臓マッサージと人工呼吸を実施した。4セットほど繰り返すと、息を吹き返したと言い、おじいさんが息を吹き返し、わかる。 と聞いたらうなずいた。生き返った時は、湯船のみんなが、おお、って盛り上がりました。めちゃくちゃ嬉しかったですね、と、救出劇を振り返った。一連の冷静な対応の裏には、所属する立浪部屋が地域の住民と参加する防災訓練の経験があったといい、ちょうど一年ぐらい前にもやった。うろ覚えでしたが、できてよかったです、と話した。気流王は仙台 ときつかぜ親方の元幕内、とぎつ海の長男で、若手有望株の21歳。初場所、14日初日、東京両国国技館は東幕下5枚目で、重量昇進切符を狙う。気流王広和、気流孔広和、東幕下5枚目。本名、坂本広和、2002年10月31日、千葉、柏市出身、21歳。 初土俵は21年夏。23年夏には幕下部位、立浪部屋、176センチ、1268キロ。得意は左四つ、押し、より。